そして、価格が最も安いこちらのオプティマの方を吹いてみたいと思います。こちらプラスチックヘッドということで、金属製のホイッスルだと冬場は気温が低いので、結露してしまうことがあるんですけれども、まあ、プラスチックヘッドはやっぱり結露しにくいですね。そして先ほどのバスカーと、まあ、吹き口のデザインよく似てるんですけれども、バスカーの方が金属的なノイズをやや含んでいるのに対して、こちらのオプティマの方はよくまとまった印象を受けます。値段が安いからといって吹きづらいということは全然ないですね。結構セッション向きの音量も割と大きめなホイッスルだと思います。で、指穴のサイズを見てみますと、先ほどのチーフテン V5 と比べると、まあ、ほぼ一緒の感じがしますね。ということは、先ほどのバスカーと比べてみると、これはだいぶ違いますね。バスカーの方が大きい。バスカーがこの4種類の中で一番指穴が大きい笛ということになります。